いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルフェラーリカリフォルニア T をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに数箇所飛び石と、ボンネットに同じく飛び石があり、左側のドアミラーに小さな傷と、左側のサイドスカートに線傷がございます。また右のリアフェンダーに小さな傷がございます。走行距離に関しましては約1万2000キロと低走行なお車です。外装色はアルジェントニュルブルクリンク、インテリアはクオイオハーフレザーの組み合わせとなっております。カリフォルニアの後継モデルとして2014年にデビューしたカリフォルニア T でございます。フロントフェイスを中心にデザイン変更が行われ、シャープかつスポーティーなデザインへと生まれ変わっております。またブルーエクステリアバイカラーやマグネライドサスペンションをはじめとするオプションも非常に充実した1台です。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.9 リッター V8 のツインターボエンジンが搭載され、最高出力は560馬力を発揮します。アルミホイールは純正の20インチのアルミホイールが装着されております。またカーボンブレーキが標準で装備されておりますので、高い制動力を発揮する1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは4本出しのマフラーが装備されており、フェラーリらしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。オープンモデルではございますが、トランク全体十分な容量を確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはクオイオのハーフレザーシートが採用されております。運転席のランバー部分に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザードアルカンターラのコンビステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。さらには走行モードはステアリングのダイヤルにて3段階での切り替えが可能です。加えてオプションでマグネライドサスペンションが搭載されております。ナビゲーションは純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが装備されており、バックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の DCT シフトが採用されております。ではルーフの開閉を行います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。ルーフを閉じた状態でも十分なスペースを確保しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2015年モデルフェラーリカリフォルニア T をご紹介させていただきました。走行距離約1万2000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。弊社でも高い人気を誇るフェラーリのオープンモデルカリフォルニア T でございます。こちらのお車には560馬力を発揮するエンジンに7速の DCT シフトが組み合わされておりますので、軽快なオープン走行を楽しみいただけます。
また純正のナビゲーションやシートヒーターなどが装備されており、シティユースにも適した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。